脱機の関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた貝姫と孫昌公はどうにかして武蔵を救おうと情報を求めた。そもそもあの時小田原城には道公から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いていれば結果は違ったはずだ。貝姫は島津義弘から情報を得る。当時道公は妖魔の大軍に囲まれ援軍を出す余裕すらなかったのだという。ならば島津義弘の過去に戻り道公を救えばいい。援軍さえ届けば天下無双の剣が脱機の関係に屈することはない。貝姫と孫昌公は勇んで出撃した。わしの記憶通り道公の城に妖魔が群がっている。援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで妖魔を蹴散らせば小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ昌公。私がお手伝いいたしましょう。妖魔どもに阻まれてあの者は、これが小田原城の小田原城の人間である。奴らが小田原城の人間、未来は武蔵の道へつながろう。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。行かれません。切っても切ってもキリがない。このままでは小田原城に向かえん。やっやっ、はい、行かれません。もう援軍か、かたじけない。突然敵の襲撃を受け困り果てていたのだ。熱液晶払い立てまくりました。かしこみます。よくやってくる。はい、抜かれません。南でも友軍が襲われているようだ。私が案内するゆえ助力いただけぬか。
すごいよね。この先は進めぬか。いや、別の船着き場へ向かおう。はい、行かれます。メッセージ。よくやってくれた。はい、抜かれません。敵将、討ち取った。
よくやってくれた。無用、やりやがったな。貴様らの動きなどお見通しよ。罠で道を塞いでから待ち伏せ。いやらしい使い方ね。こっちは急いでるの。どいてもらうわ。吸妖鬼と熊姫の力侮らないことね。おい、あんたなんて行くよ。ちょっと待った。熊姫って何よ。証拠あんたまで。ここは任せて。お仕置きね。これ気当てろ。はい、行くぜ。うさつく見事よ。だが負けぬ博打は面白くなかろう。すごい活躍。この船を使って南岸へ渡るのだ。少々敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。みんな乗った？ほな、行くで。行くで。地獄に存ずる。半円に向かうはずが逆に助けられると面目ない。ダンちゃんの敵はいてこましたんで。ここは任せて。うちと戦ってんだ、ね、私の技お前の時には見切れない。援軍は一度体制を立て直してから小田原城に向かうよ。何、龍馬の妨害さえなく到着が遅きに失することもあるまい。
これで未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。お役目を果たせたようで安心いたしました。まずは守る。